中尾さん一点質問なんですけども、前回の安倍元首相も高市さんはまあもちろん押された部分はありましたけども、いろんな方のお話を断片的に、まあ、全体的に聞いていくと、安倍元首相は俯瞰的に見ていろんなところのことを考えて最後の選択肢まで考えてこう押していかれたっていうようなイメージがあるんですね。高市さんだけじゃなくて全体のことを考えて進めていかれてたような、そんなイメージがあるんですけども、麻生副総裁もやっぱりその全体のことを考えて動いていかれるっていうニュアンスは持っておられるんですかね。ああ、いいご質問ですね。例えば当時の安倍さんは総裁選のことだけ考えてなかったです。おお。その後の選挙のことを考えてた。はあ。選挙のことを考えていた。岸田さんが初めて、迎えることになったわけですけど、その後に必ず選挙があるから、でそこでやはり保守色を出すために高市さんを担ぐことで、高市総理総裁誕生を全力でやられていたことはもちろん事実ですけども、それだけじゃなかったっていうことですよね。で麻生さんもただ単純にもうあのクラスになるとですね、総裁選で自分がキングメーカーになるってことももちろんお考えだと思いますけども、次の衆議院選挙をどう党として運んでいくかっていうことも絶対考えていらっしゃると思いますね。はい、なるほど、ありがとうございます。視座が広がりました。ありがとうございます。吉田さんお願いします。はい、まあ、この5番の記事、まあ、その麻生派の5人が河野さん応援っていう、まあ、記事ですね。まあ、麻生さんご自身もですね、なんていうかな、まあ、本当に僕はその保守系の議員の人が保守系じゃない人も推薦人に巻き込んで、保守系の人がこう総裁選に出られるようにと、で左の人が左どんどんまとまっていっちゃうんじゃなくて、左ひっぺがしてですね、こっちにも、まあ、お手伝いをしてもらって、でだん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 ね、頭の中身もちゃんとしてもらうように、まあ、関与を深めていってっていうことを、すべきだと、多数派を作ってなきゃいけないので、いかなきゃいけない。麻生さんはそういうことも一生懸命考えながら、自分の、まあ、派閥、まあ、自分を応援してくれる人で党内のいろんな活動っていうのを、まあ、いろいろその、状況に頭を抱えながらも、多分そういう多分まあ心を持ちながらずっと活動してきた、本当に見るの政治家っていう人じゃないかなっていうふうにこう思ってきたんですね。だから麻生さん支える人にはいろんな人がいて、まあその人の中には例えば河野さんを、自分の派閥、まあ、河野洋平さんから、派閥を、まあ、受け取ったこともいろいろその、権謀術の中でやったことでしょうし、その後継者みたいなところに、まあ、河野太郎さんがいることももちろん、そういうこともいろんなことを考えながら現実の政治の中でやってきたと思うんですね。でこの、井上さん、武藤さん、それから牧島かれんさん、そして、土田さん、エリ・アルフィアさんとね、河野さんの応援をしている。もう特にこの中でうんって思うのは、武藤さんっていう方は、武藤洋二さんという方は、これは本当にこれまでの主張活動を見ると本当に孫ごとなく保守だなっていうふうに思う方なんですよ。そういう人でも、まあその河野太郎さんの応援に入ってしまう。まあ、やっぱり自民党のね、まあ、難しい現実を感じるんですが、まあ、そういう中で苦しみながらもなんとかね、日本が端っこから落っこちないようにやってきたのが麻生さんではないかなというふうに僕はそういう評価をして、今の活動もそういう両にらみっていうか、いろんなことの中でね、まあ、まあ、なんていうかな、細い糸の上を一生懸命ね渡ってるなっていうふうに、思います。まあ、この、河野さんを応援する方々の中には、なんでだろう、不思議だなっていう、非難するって意味じゃなくて、まあ、いろんな中でやってるんだろうなっていう人もいるなと思って見ています。なるほど、ありがとうございます。小野田さんお願いします。僕はやっぱり先ほど安倍さんの話が出ましたけど、安倍さんと、まあ、道議会議員の時に差しでね、そのいろいろ中国資本だとかの話をされた時に、
いやいや、党内のバランス取るのが大変なので、僕が思うようなことをズバッとできないことも多々あるし、回りくどいようなやり方をしてイライラするかもしれないけれども、信じてください、みたいなことを言われたということを言ったと思うんですけど、麻生さんもまさに同じで、まあその麻生派というものを持っていても、下ではいろいろな動きがあって、そして河野さんっていうのは自分の派閥の下にいる人間なんだと。これは無下にできないっていう思いもあるでしょうし、ただ前回の選挙では何やら菅さんだとかあちらの方でうねうね動いていたという、そういうことを心よく思ってないという麻生派の一員もいると。そういうことをいろいろ勘案したときに、まあ、無下には断れないけれども、全力でやるっていうのも問題が発生するだろうと、いろいろな考えをいろいろ巡らせて、多分麻生さんの中でこれが一番ベストだという答えを、まあ、派閥の論理って言ったらまあ悪いかもしれませんけど、まあ、義理人情の世界なので結局人間の世界は、もう義理を書いてはいけないし、ただ筋を通さなきゃいけないっていういろいろギリギリのところで、まあ、した判断だなと思ってるので、僕は皆さんのように、あ、麻生さんこんな判断しちゃったってがっかりはしてません。これは政治家として当然さらにその先もっといい方向に進もうと思った判断だなというふうに思ってます。ただ河野さんにしてみると、もう最後の頼みの綱で麻生さんのこの麻生派が一パでボンとやってくれたらどうにかいけるなと思っていた最後の綱が、前回ちょっと不義理を果たしたために全然来なかったんじゃないのかと僕は思っているんですけど、そういうことでちょっと愕然としてもう俺はダメかもしれないというような状況にあるのではないかなというふうに思っていて、麻生さんも実はそこまで思っていて、さらにじゃあその次はどの球をというような筋を通しながらその先を分かりませんよ考えている、それぐらいの策士で、いろいろな先を見ながら、いろいろ、じゃあ自分のそのね、動く子飼いをどうしようかということを考えているような気がして、僕はなりません。なるほど。ありがとうございます。皆様、政治家視点からのお話を伺えて、なるほどなというふうに思いました。ありがとうございます。ではもう1点だけ紹介させてください。うねりをつかみつつある高市大臣に託された未来ということで、8番お願いいたします。山口紀之さんの8月28日の Facebook の投稿ですけども、いけるぞ高市さんへということで、山口インテリジェンス愛の動画を紹介されていますね。総裁選の構図がこの3日で激変、悪質な包囲網を飛び跳ね飛ばして高市早苗候補が風をつかみつつあるということで、一時期は高市早苗さん VS 全員みたいな感じだったけど、この数日間ですごくうねりが変わってきてますよというふうな話をしてくださって、とても希望を感じました。で9番お願いします。高市大臣、直ちに防衛費増額が必要、著書で必要性強調という番テレ朝の記事ですね。自民党の総裁選挙に向けて高市経済安保省は自身の勉強会の内容をまとめた著書を出版し、防衛費増額の必要性などを強調しました。高市氏は著書の中で、この数年で国際情勢が激変したとして、外交力や防衛力、経済力といった国力を高める必要があると指摘しています。防衛力については直ちに防衛費の増額が必要だと強調し、日本企業や研究機関が持つ優れた技術を多様なビジネスに育て上げ、経済成長を実現することで必要な税収を確保できるとしています。高市氏は来月9日に出馬表明をする予定で、総裁選でもこうした政策を訴える考えですというふうに言われていますね。もちろん高市さんは積極財政派ですし、積極財政で言ったら高市さんと青山茂春さんだけが積極財政だというふうに高橋おじさんはおっしゃってましたけども、ぜひ青山さんももちろんですし、高市さんにも頑張っていただきたいと思うんですけども、中尾さん、ぜひ高市さんへのこの件よろしくお願いいたします。はい、新しいご著書が出ました。でこの1ヶ月で2冊目です。でやはりここまでですね、総裁選が始まる直前にご自身の政策をですね、活字にして党員だけじゃなく広く一般の方々に本を購入してもらうっていう、そういうことではあるもののですね、この発信力っていうのはやはり素晴らしいと思います。でこういうこの人はどういう政策を掲げているんだろうかっていう、この気づきの、そんな総裁選になってくれればいいなと思います。で高橋さんまだ今もね現職の閣僚でいらっしゃるんで、
ご本人がフルで総裁選に臨めていないと、まあ、これは他の陣営も同じなんだと思いますけれどもね、まあ、これまでね、まあ、文化人放送局をはじめ、自民党員の方あるいは自民党員でない高市さんを支えてくれている無党派保守層の方々によってこれまでねずっと盛り上げていただいて、まあ、世論調査やなんかでもね今まで高市さん全然出てなかったのに常に3位内に入るようになってきましたね。まあ、あとは煮崩れしないようにしっかり最後までたどり着く。でその前に9月12日にどういう推薦人の20人の面々で、この際ね20人集まる集まらないっていうことよりもどんな人たちがこの20人の推薦人になってくるかっていうことで総裁選が始まった以降のラインがいろいろと見えてきますんでね、まあ、引き続きね、盛り上げていただければなと思います。でちょっとね一つ付け加えさせていただくと、まあ、構成ちょっと今日やらないんだと思うんですが、小林孝之さんについてね結構、まあ、絶対緊縮財政派だというような議論もあります。まあ、ご本人それをすごく打ち消していらっしゃいますね。まあ、これは小林さんがねしっかりと対応していけばいいと思うんですが、僕はなぜ高市さん青山さん小林さんこの3人を一つの塊で、ずっと総裁選こうあるべきだということを言ってきたかっていうと、それ以外の候補者はこのお三方ほど共通項がないんですよね。共通項が一番多いのは誰なのかっていうことをやっぱり僕は考える必要があると思って、まあ、中には小林さんが緊縮財政派だから全否定でダメだっていうのはね、じゃあ皇位継承のことであるとか防衛費をもっと増やしましょうとかいうようなことについてね、確かに減税を言っていない、ね、高市さんと青山さん、でも正確に言うとまだ減税を言ってるのは青山さんだけですね。まあ、そこのところだけ一点捉えてですね、なんか共通項が他の候補者に比べたら小石川の方々に比べれば共通項は小林さんの方がダントツに多いですよ、ね、なんかちょっとねそういう見方をしていただけると保守陣営は分裂することなくですね、まあ、やはり総裁選に突入できるんじゃないかなと、まあ、ちょっと付け加えさせていただきました。はい、うん、ありがとうございます。宗谷さんお願いします。これ結局何の話ですか今。これ高市さんの話ですね。高市さんの話、まあ、高市さんの話はもう頑張ってほしいしかなくて、僕は高市さん一本で動いているので、まあ、今の長尾先生の話もよくわかりますけれども、やっぱりどう考えても高市さんしか頭にのありません。ただいろいろ今回の先ほどの長尾先生の話を聞くと、本当になんかわかりやすいな、例えば菅グループで、まあ、太陽光発電推進派だとか、新しいその何その規制を緩和していくみたいな、そういう動きのチームとそうではないチームっていうことを考えたら、本当に安倍さんの考えていたような保守とそうではない保守、保守じゃない、自民党の一部というものの実は対立なのかもしれないなというふうに僕は思っていて、そういう意味においては先ほど長尾先生が言ったグルーピングっていうのが誠に正しくて、どちらの勢力が勝つのかというような視点で僕は大きな対局では見たいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとう。ちょっとごめんなさい、言い忘れたことがあって、お願いします。どの陣営も自分の陣営が1、2に入った後、3位、4位、5位だったところが自分のところにどう入れてくれるかっていうことを考え始めてます。で、小林さんはもう本当に申し訳ないんだけども、多分1位、2位には入れないでしょう。となると小林さんの2回目の票がどこに入るんだろうっていうことをやっぱりね、
1位2位を目指しているところは遠くに考えてる。そうですよね。だからそういう点で一択っていうのはなかなかこの段階では難しいんですよ。最後はね、うん、投票の瞬間はもう一択ですよ、うん、投票の瞬間は一択、この辺だけねちょっと加味して見ていただけると総裁選もっと面白くなると思います。ごめんなさい、はい、ありがとうございます。吉田さんお願いします。はい、まず一つ目にですね、これまでのこう自民党の総裁選、私は自民党に所属したことないので、脇からただ見上げているだけなんですけど、これまでは派閥単位の行動というのが原理原則になっていた。今回は全く違う総裁選で、一つことによったらみんなが勘違いしているかもしれないのは、1回目の投票も2回目の投票もですね、実は、誰にも縛りが効かない選挙であろうということなんですね。これまでは1回目の投票でこの人に入れた塊は、その塊として行動して2回目の投票、その人がダメだったときには、塊としてこの別のある方に入れるっていう、ロジックが、成り立ったんですけど、私は今回の、総裁選は、いや、この人だから応援をしたけど、2回目の投票は、この人に言われたから、その人の言う通りこの人に入れるってみんなで行動するっていうふうには足並み揃わないんじゃないかな、というふうに思っていて、従来以上に、その1回目の投票の結果でですね、その数合わせを、これとこれ足せばこうなるみたいなことをやっても、その通りではない各自がご自由な、応援活動を、表明される可能性が今までよりも高い選挙ではないかなと思っていて、そこを、単純に大きな硬い塊 の組み替えみたいに発想してはいけないんではなかろうかと、まずそれが僕の中 の前提で 見させていただいております。でそしてそういう前提の中でやっぱり一番いいと思う人に一番第1回目でもいい、得票数を得ていただきたいなって思うんですが、やっぱりいろんな方のいろんな言動を見て、今日もご紹介のあったですね、高市さんのこの発言ですね、直ちに防衛費の増額が必要だ。これをこの時期に、思ってるけれども、言えない人とか、思ってないから言えない人と、思っていてリスクがあるけれどもそれを前に打ち出す必要があると思っている人、もうやっぱり大きく分かれると思うんですね。でもちろん経済政策も、介護政策も、年金政策も何もかにももちろん等しく、そして国民のある層にとってはその、政策が一番自分にとって大事だっていう政策があちこち並んでるんですけど、日本の今置かれている状況、その対応しなきゃいけない、対象と一番現状が乖離していて、一番対処しないと国が崩壊する、危機に陥っているのは防衛なんですね。だから今日本はいろんな部分で投資もしなきゃいけない、支出もしなきゃいけない、何もしなきゃいけないけれども、一番ですねもう、危ないのは日本の防衛が、防衛が要するに他国に比べて崩壊しつつあるということが、他の、雇用だ、経済だ、教育だ、なんとか、それは若干従来の延長線上でやっていっても構わない部分もある中で、防衛だけは従来の延長線上でやっては、隣の国が大喜びして侵略をするだけだっていう状況をちゃんと理解して、今この局面では、国内の状況じゃなくて、国際環境の中で何を一番日本は努力しなきゃいけないかっていうことをズバッと明示できている人が全ての総裁候補の中で高市さんしかいないんですよ。なので高市さん以外にはやっぱりないなと思いました。はい、ありがとうございます。ということで皆さんご存知かと思うんですけども、2000人超えて3000人です。今これずっと気に、実はずっとそっちが気になってて、いつまでやるのみたいな、これ
超えてるの超えてないのどっちなんだって、そっちの気持ちが言ってしまっていたわ。大丈夫だったのね。大丈夫だったんだ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、最後までいっぱいライブご覧いただければと思います。はい。また。ということで残り時間どさやくニュースに行きたいんですけども、今日はやっぱりちょっとこれを触れざるを得ないかなというふうに思います。日本 VS 強権国家ということで、中国議連、親中議連、日中議連の訪中は意味があったのかということで、改めて皆さんに伺いたいんですけども、10番からざっと紹介したいと思います。中国深読みしないように日本領空侵犯で国防省ということで、中国国防省の呉健報道官は29日の記者会見で、26日の中国軍機による初の日本領空侵犯について深読みしないことを望むと強調し、両国は外交ルートを通じて意思疎通を保っていると述べたというふうに言われています。そして11番、二階氏中国王毅外相と会談、若い世代の交流、日中間で修学旅行推進、日本産水産物の輸入停止、進展がないとというふうな記事も出ております。ちなみに二階さんは熱望していた習近平主席と面会できずに帰国されるというふうな記事が、この今日の個性には入ってないんですけども、そのような記事も出ておりました。で、日中友好議連の方見ておきたいと思うんですけども、12番吉田さんがリポストされていらっしゃいます。島田さんのポストを見ておきましょう。失礼しました。訪中した日中友好議連連盟の国会議員、自民の二階氏、公明の北側氏、立民の岡田氏らという記事を紹介し、訪中した日中友好議連、美中議連のメンバー、国益など眼中にない札付きが並んでいる。自民、二階氏、小泉氏、森山氏、小渕氏、公明党北側氏、立憲民主党岡田氏、近藤氏、維新浅田氏、共産党国田氏、社民党福島みずほさんということでなっております。でちなみにこれもびっくりしたんですけども、13番も合わせていきましょう。産経ニュースさんの8月28日のポストですもけども、公明山口代表、アジア版安保機構の創設を提唱という記事を紹介し、公明党の山口代表は多国間の安全保障対話枠組み、欧州安保協力機構のアジア版創設を提唱した。新機構は東京に事務局を置き、米国や韓国のほか中国、ロシア、北朝鮮にも加盟を呼びかけたいと意欲を表明と。14番小野寺さんがまさに売国度の木丸貝というふうに言われていますね。はい、ではこちら吉田さんからお願いいたします。はい、この中国に、行った連中、ですね、まず中国がその領空侵犯で深読みしないように、こういう発言をしているときはですね、深読みをしなきゃいけないでっていう、逆に読まなきゃいけないわけです。朝日新聞と同じですね。向こうがこう言ってるときはその逆を行かないと日本は国益を損なうということなので、こうやってなんとかこう、日本側の怒りとかね、当たり前の行動を抑制しようとする、こういうときにはこの時は本当は起こんなきゃ、よく考えて起こんなきゃいけないんだなっていうことを再認識をして、毅然として対処していかなければいけない。で、対処するっていうのは、違反法を出しているってことじゃなくて、ちゃんと、何かを執行していかなきゃいけないっていうことなんですよ。それを、やんなきゃいけないことも、1000も2000もリストを上ってますから、それをちゃんと執行していきましょうということですね。で、この、今、中国に抗議もしないで、中止もしないで、のこのこ言ってる、変な人たちですね。修学旅行推進とかね、そんなことを若い人、若い人は中国はですね、もう子どもの頃から体育の時間に日本兵の人形を刺す、訓練とか、そういうことをやって、だんだん小学校、中学校、高校ってなっていくわけで、そういうことに対して、なんだかわけのわかんない、おかしな、間違いが書いてある教科書で、おかしな先生に習ってですね、おかしなことをこう、おかしな歴史の認識を持っちゃってる日本の人たちが、それを、ワクチンも打たずにですね、その日本に対する憎悪の歴史みたいなことを学んできた人たちと、何の免疫もなく、仲良くなりましょうって言ったら何が起きるかっていうのは明白なんですね。そういうことを、やる前に、この今中国行ってる人たちがね、自分たちがまず修学旅行をやらなきゃいけない。30年ぐらい中国に今修学旅行行って帰ってくるなと。30年ぐらいずっと中国で修学旅行をやってから戻ってきてくれと。私は思います。はい、ありがとうございます。長谷さんお願いします。この時期に訪中っていうのは考えられませんよね。訪中してですね、言うことちゃんと言って、違反法じゃなくてね、抗議ですね、で抗議をきっちりとして条件突きつけて、例えば日本の水産物を禁輸をね
解かないんだったらもう悪いけど今日これで帰らせてもらうとか、うん、こういうやり方だったらいいと思いますが、まあ、なかなかそれはできないんでしょうね、でまあ胡錦涛に私は会ってますんでね、あの頃、まあ、私も中国も何度行きました、多分8回ぐらい行ってます、そのたんび向こうの、 あの共産連の人たちとあの交流をして、でああなるほどこうやって中国は日本の例えば企業であるとか、政治行政に対してマウントを取りに来るんだっていうことを私は体で知っているので、まあ、もう二度と中国には行かないし行けないけれども、まあねもう本当にあの向こうの方が絶対上手です、絶対向こうの方がそういうことについては上手なので、軽々しく日中友好という言葉にね、乗っかるその先にはねもう日本の国益を損なうことしかない、窓口は閉じるなとは言いません、もうご近所さんですから、ご近所さんなんで窓口はやはり確保しておかなきゃいけないと思いますが、まあ別にあの交流はもう必要ないんじゃないのというスタンスで、行くことが僕は絶対的に必要だなと思います。以上、はい、ありがとうございます。野田さんお願いします。これ完全に日中友好議連なんか舐められてるなと。だって前の日にね、うん、わざわざ領空侵犯してるっていうことは、こんなやつら来たって別にいいんだと、どういうふうに出るか見てやろうぐらいのねイメージでやっていて、普通の国だったらおいよ、うちらが行くのに何やってんだ、行かないとふざけるなってなるのに、それでもニコニコ言ってよろしくお願いしますねみたいなことやってる。だからもうどれだけ能天気なのかなというふうに思いますし、そもそも今のタイミングで行くというのも分からずね、そってその何禁輸もされているのに何やら修学旅行かみたいなことを言われて何をやってきてんのかなというふうに思いますし、さらに親中っていうのはね、あの人たちばっかりじゃなくて、先ほど言った公明党の何が新しいアジアの枠組みを作るだとか言って、アメリカも入れるだろう。何言ってるんだって、世界の動き見ろと。で、安倍さんがどれだけ日本を守ろうとして、中国と敵対してどうやって守っていくのかって考えたときに、全部ちゃぶ台ひっくり返すのかっていうぐらい、もうとんでもないこと言ってるんだから、自民党は本当にここで目を覚ましてね、手を結ぶ相手を間違えてるのではないですかっていう、それをですね、強く言いたいです。はい、ありがとうございます。ということで、ここで、沢口さとみさんがスパチャをくださっています。ありがとうございます。どうもありがとうございます。メッセージをくださっています。ありがとうございます。長尾先生、遅れましたがおめでとうございます。どうもありがとうございます。総裁選に参議院選しか選挙に行かないことにしました。星野議員さんがいらっしゃらない中、選挙義務を捨てますというふうにおっしゃってますけども、長尾さん一言お願いいたします。あ、もうあのお気持ちは分かりますが、ぜひ選挙に行ってください。でもあの沢口さんにもずっとね、あのビニリサイニリにあのご支援いただいてますんで、本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで最後告知をお願いしたいと思います。17番お願いいたします。長尾さんの8月29日のポストですけれども、8月29日長尾事務所からメールマガジン心身無双を発信しております。まだ未登録の方おられましたらぜひご登録ください。もちろん無料です。ということで、不定期に長尾隆の活動情報が発信されます。 ありがとうございます。概要欄に載せておりますけど、長尾さんぜひ一言お願いします。ぜひよろしくお願いします。あのうちの事務所からあのいろんなものが送られて いきますんで、あのテキストですけども、ぜひあのご登録のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。概要欄に載せております。後でチャットの方にも貼り付けますので、ぜひお願いいたします。お願いします。それでは野田さん、吉田さん、お二人にお願いしたいんですけども、18番スタッフさんお願いします。マサル部として中野区の盆踊りに参加しますと。で、19番吉田さん、今準備を進めておりますと言われています。こちらでは、まず吉田さんからお願いします。はい、これですね、なんだっけな、参加は、一応確認したんですけど、無料で参加できるんですね。無料ですね。はい、で、ただ、条件はちゃんと和装で、浴衣とか、ジンベイとかですね、うん、それから、下駄とか、そういう、ものであること。あのビーチサンダルとかダメなんですね。ダメです。はい、で事前にそういう服でないと、あの当日あのカウントしていただけないんです。そこで踊ることはできるんですけど、踊っても
人数にカウントしてなくてギネスに届かなくなっちゃうので、で場所が中野駅の前の公道を締め切ってやるのでマックスで3500人ぐらいがマックスなんですよ。だから多分ビーチサンダルとか和装じゃない人は申し訳ないけどこの中に入らないでくださいってやっぱり言われると思うんですね。なのでちゃんと、せっかくですから、和装を、また当日借りることもできるんですけど大混乱すると思うので、まあ、事前に、ご準備いただくことが、望ましいですと。でそして、30人を超えると、この、一人一人にですね、ギネスの証明書みたいなのが、もらえて一人で登録するともらえないんですよ。だからみんなでまとまって、グループとして登録、した方がいいのでそのグループは、代表者が、団体じゃないその、実行委員会に、この人たちが、我々のグループで、参加しますと登録すれば、いいのでですね、その、まとまる方法をちょっと今、マサル部と、相談しようと思っているところでありまして、はい、ちょっとこの番組の後、マサルさんとちょっと詰めたいなと思っています。はい。ありがとうございます。小野田さん、一言お願いします。ということで、マサル部も募集をして30人は超えましたので、30人の今名簿がありますので、あと、我々のところに来てくれれば、それぞれ皆さんね、いろいろもらえるようなことの段取りになっておりますので、ぜひぜひ、これは、吉田浩一郎を男にする会でございますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。以上でございます。はい、ありがとうございます。それでは最後に告知、こちらから告知です。ぜひ長尾さんと吉田さん、個人献金、ご寄付、応援をお願いします。また今だからこそ、長尾さん刑事の自民党へ入党をお願いいたします。そして、長尾さん、小野寺さんの YouTube チャンネル登録お願いします。そして、無料メルマガ、心身無双、有料メルマガ、長尾隆の国会を求めているこれだけやっておきたい登録、応援をお願いします。最後、長尾さん、一言お願いします。はい、私にとっては連続して、ギネス保持者がかかっておりますので個人的に頑張ります。ちょっとイラッとする今500人ぐらい敵にしましたね。はい、はい、ありがとうございます。ということで今日もフライデーライブを終わらせていただきます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。おやすみなさい。はい。